艦長、最近調子はどうかしら？ハイペリオンのみんなも元気にしてる？天命側の業務があまりにも多くて、ハイペリオンでの仕事を全部艦長に任せきりで、本当に申し訳ないと思ってる。でも、私が安心して本部で仕事できるのは、艦長がいてくれるおかげなのよ。実はね、琥珀が休みをくれたから、今荷物を片付けてるの。私、もうすぐそちらに戻るわ。そうね。艦長がこの手紙を読んでる時には、もうハイペリオンに向かってると思う。そうだ、艦長にお土産を用意したの。何なのか当ててみて。本来は仕事を全部片付けてから休むつもりだったけど、誕生日くらいは休んだ方がいいって、琥珀が全部引き受けてくれたのよ。琥珀ったら、自分だって大変なのに、人造人間だから疲れないとか言うんだもの。そもそも、私たちは共に生まれた姉妹みたいなものでしょ？私の誕生日は、琥珀の誕生日でもあるはずよ。ええ、こうしましょう。艦長、私が到着したら、一緒に琥珀へのプレゼントを選びましょう。いろいろお世話になったお礼も兼ねてね。約束よ。じゃあ、また後で。テレサより。